い、2戦目ですけどね、708ですけれども、264分の1か思ったら、隣がね910と、いうことですね。隣が198分の1なので、どうなるかわからんけどね、この2台合わせてちょっと跳ねる台かもしれませんね。で、この右隣、あ、これ当たったかもしれない。あ、ほらほらほらね、当たりました。ちょうど同じにね、当たってました。ね、いい台ですね。2000円で一応当たりました。まあ、当たり逃げてもいいですよね。頑張ります。はい、ちょっといいですよね。隣は、931で入りました。で、私のね、動画撮れてませんけど、目を使用して55で入った、まあ、切り板だったんでね。あとこちらも、さあ切り板しようかなと思ったら、手前でね、目を捨てずに入りましたんで、こんな感じです。まあ、79なんで、この前それで光らないかなと思ってるんですけど、前の動画みたいに81、頭の中でね、どこかで82、13、84、85、86、87、88まで行きます。次で最後です。来ないよね。はい、来ない。はい、あの後ですけど、まあ、かなり変わりちゃいましたね。130でバーが当たったんですが、その後今300まで超えたと。やめればね、ちょうど2000円ちょっと落ちないんで、バーなんですけど、全部売ってね、終わりたいと思います。この動画がね、ここで終わっていれば、何もなかったよと。はい、はい、はい、やめようと思ったら引っかかっちゃいました。まあね、ビットは分かりませんが、326でしたね。はい、この後ですけどね、一応117で当たって、ね、117で当たって270とで、残りが40枚と、これだけなんですよね。なんか隣ですけどね、今180で当たってますが、931だと250ぐらい、次が200とでビッグ当たって、今187という感じでした。まあね、2000ですけれども、ちょっと時間がね、あと1時間ぐらいしかないので、ちょっと迷ってますが、多分皆さんならね、打たないと思いますので、このまま全部で終わろうかなと思ってます。はい、長い間ね、ご視聴ありがとうございました。ちょうど見えなくなるので、一応ここでね、1万3000円か、そこに出したかったと思うんですけど、その後ですね、34、もうここでなくなり、109か、で、なくなりかけになったので、一応なんとかね、持ちこたえていますと。ここでレンジャーゼロチャランなので、ちょっと私の時間がギリギリなんで、レンジャーから帰りたいと思います。多分動画はこれで最後になります。やめようと思ったら当たって、今ですね、はい、ちょっと急いでます。1万3000ドル。